ありがとう。まあ一番お世話になったっていうか迷惑かけたっていうか実家だわな。家族3人の生活のところに私たち家族とあと娘夫婦の家族も一緒に来たから結局3人とこにこっちから12人かな。ということは15人の生活になったわけだ。そこでまあ1週間10日生活した。だから実家の嫁さんまだ家族にはすごいこの大きな負担かけたし迷惑かけたなと。そのうちこの市の方で動いてくれて保養センターに夜間そこに1ヶ月いたのかな。その後 NTT 社宅に移動したんだけど NTT 社宅も、建物そのものが空き家だったんですよ。そこに市のボランティアの方が約150人さんかな大掃除して我々住めるようにしてくれたと。またこの保養センターに移動する時も市の職員たちが休み返上で私たちのために住めるような状況を作ってくれたと。本当に感謝感激っていうか通常は24時間というかフル回転の行事が老人会から婦人会から活動している拠点なんだろうな。温泉もあってそこを私たちのために約1ヶ月あげてくれたと。で市民の方にも非常にこの迷惑かけた。また市民の方からいろんな差し入れ、まあ、米野菜いろんな毛布とかいろんなものがあって本当に感謝感激だね。非常に福島相馬の方で学校給食が困ってるということで立ち上がったのが青切れの会っていう会なのね。その会が募金活動をやってそのお金で相馬 の学校の給食センターに運んでやるんですよ。でそのうち学校給食もなんとか間に合わなったということで今度相馬の仮設の方にその野菜を持っていくようにしたんですよ。でその青切れの会っていうのは3月11日かな駅前で募金活動をやってそのお金で相馬の方に毎月1回必ず自動車2台3台トラックで行ったり約70回ぐらい6年間やったのかな。本当に雨の日も風の日も吉川家のボランティアがこの駅前で寒い中ぬくい中寒い時は手かじかむくらいのとこに募金活動も本当に小学生中学生が小さな財布から募金してくれる姿嬉しかったな。またある女性は、まあ、30代か40代くらいの女性の方だったんだけど毎回お金万札のお金小銭を入れてくれと姿はすごかったなと。何か恩返ししたいなと思ったところにこのムクロチの出会いがあってフリーマーケットで得たお金を5年間社会福祉協会の方に寄付させていただいたっていうか。ムクロチっていうのは正月にある羽付きの豆なんだけど子供の健やかな成長を願った行事なんだ。羽を蚊に見立てて蚊を退治する病気を退治するとそういう縁起物なんです。だからムクロジって字を子供の話題を吹き飛ばすという意味。
それとお客さんが、ああこれはじゃあ私も孫に友達にっていう、まあ、買ってくれるっていうか、このムグロジの出会いは本当に私の人生を変えたっていうか、まさかこんなみんなに喜ばれ、また自分もそこに喜ぶ生活の糧ができたということが一番のあれかなと。だから手の空いた時、また暇な時、そのムグロジに没頭してるっていうのが今の生活なんだね。まあ販売よりもお客さんとの交流、そこでお客さんとの会話をしながら、まあ、楽しんでる、半分楽しんでるって。でこのムクロジも指導してくれる人、また売ってくれる人、多くの皆さんがここに私の協力してくれるっていうのが今の現在の姿なんです。だからここまで来るのには本当に並大抵ね、皆さんも苦しみ抱えてって思うけど、言葉に言い表せない。だけどその日その日を悔やんでもしょうがないから、まあ、前向きに明るい方に考えながら今現在生活をしているというのが現状ですね。